ダビデの塔と城壁、ダビデの塔、アラビア語、英語、シタデルは、エルサレム旧市街の西端、ヤフホモンの南隣にある古代からの城塞。この城塞は、ヘロデ王が既存の城壁に増築を施したのが、始まりであり、長い年月にわたり、増改築を繰り返し、おおよそ今の形になったのは、マムルーク朝からオスマン朝の時代にかけてである。現在は、 エルサレムの歴史博物館として一般に公開されている。シタデルの中のモスクエルサレムの街は、紀元前8世紀末には城壁が作られていたと考えられる。この城壁は、センナケレブによるユダヤ侵略に備えたものだった。この城壁は、ネヘメヤキ3、8、イザヤ書22、9から10に記されているものかもしれない。紀元前2世紀に、 エルサレムの市街はさらにウエスタン、ヒルのところまで広がった。そこは、標高773メートルの高台で、シオンの丘と同様に、アルメニア人とユダヤ人が住み、北側以外は険しい谷で囲まれている。この一帯に最初に人が住んだのは、フラウィウス・ヨセフスが言う、第一の壁が築かれた、紀元前150年頃のハスモン朝の時代だった。 ハスモナサと争った後権力を手にしたヘロデ王は紀元前37から34年にその城壁へ3つの大規模な塔を増築した。彼は防衛の弱点であるウエスタン、ヒルの北西宮にそれらを建て、そこが現在のダビデの塔の場所にあたる。またそれは町を守るためだけでなく、シオンの丘の近くにあった彼自身の王宮を守るためでもあった。 彼は44メートルある、最も高い塔を、かつて敵に囚われ自害した兄を忍び、ファサイルと名付けた。もう一つの塔は、ヘロデが処刑し塔の西の洞窟に葬った二番目の、火にちなみ、マリアムネと呼ばれた。そして三番目の塔は、友人の一人にちなみ、ヒッピクスと名付けた。フラビウス・ヨセフスは、この時期の塔を、全世界で最も壮麗を極めたものと賛美している。 三つの塔のうち、現在まで基部が残っているのは一つだけであり、それは、ファサイルの塔か、あるいは、ここで、発掘調査した、考古学者のヒラル・ケバによるとヒッピクスの塔のいずれかで、ある。ローマとのユダヤ戦争の間、シモン・バル・ギオーラはこの塔を彼の住居とした。紀元70年のエルサレム後遺戦の後、ローマはエルサレムを破壊したが、三つの塔は、 ローマ軍が打ちまかした要塞の眼検査を示す証として残され、ローマ兵たちの兵舎として使われた。紀元四世紀に東ローマ帝国がキリスト教を公認宗教にすると、シタデルでも修道士の共同体が形成された。ダンバハトによると、紀元五世紀頃に北東の塔はより大きくされ、ダビデの塔と呼ばれるようになった。その名は、 ダビデ王の息子ソロモンが書いたとされるミヤビカに見られる。あなたの首は武器層のために建てたダビデの矢倉のようだ。その上には千の盾をかけ連ね、皆勇士の大盾である。ミヤビカ4、4当時も残っていたヘロデ時代の塔、さらに下出る全体がダビデの塔と呼ばれるようになったのはこの東、ローマ帝国時代、ここを ダビデ王の宮殿と信じたキリスト教徒たちによるものであり、ダビデがこの塔を建て、中心売り屋の妻、バテシワの目浴を盗み見たのもこの塔からだという伝説が作られた。638年にイスラム帝国がエルサレムを占領すると、ムスリムの新たな統治者はシタデルを刷新した。この教古は建造物は1099年の第一回十字軍による攻撃によく持ちこたえた。 考古学的発見があった中にはと、オスマン帝国時代のミナレット十字軍の時代を通じて何千人という巡礼者が、ヤッファの港を経由して、エルサレムへ巡礼の旅をした。シタデルはすぐ南に新たに建てられたエルサレム王国の宮殿を守る役割も果たした。1187年、スルタンのサラーフティーンが、シタデルごとエルサレムを占領した。百三十九年、 カラクのアイユーブ朝の主張であるアルナーシルダーウードは十字軍の中東地を攻撃し、シタデルを破壊した。1244年にホラズム人が十字軍を打ちまかし、とうとう彼らをエルサレムから追い払い、その際に街全体も破壊された。アイユーブ朝からマムルーク朝の時代にかけてシタデルは何度も破壊された。1310年に マムルーク朝のスルタンであるナーシルムハンマドによってシタデルは再建され、現在の姿の大部分はこの時に形作られた。1537年から1541年の間にオスマン朝のスルタンであるスレーマン一世によってシタデルは増築された。そうして400年にわたり、シタデルはトルコ人の駐屯地として使われた。オスマン帝国の時代、 1635年から1655年の間にミナレット付きのモスクがシタデルの南西宮近くに建てられた。19世紀には現在もよく目立つそのミナレットはダビデの塔の名を受け継ぎ、現在その名はシタデル全体を指すこともミナレット単体を指すこともある。第一次世界大戦においてエドモンド・アレンビー将軍が率いるイギリス軍がエルサレムを占領した。 アレンビー将軍は、シタデル東門の外の縁談に立って、エルサレム占領を正式に宣言した。イギリスの委任統治時代、高等弁務官は、町の文化遺産を保護するためエルサレム保護協会を設立した。この組織はシタデルを手入れ、修繕し、地方のアーティストたちのコンサート、事前工業、展示会のための施設として一般に公開した。1930年代には、 シタデルの中にパレスチナ民話の博物館が開かれ、伝統工芸品や民族衣装の展示を行った。第一次中東戦争の後、アラブ軍がエルサレム級市街を占領すると、彼らはシタデルを軍事施設という歴史的役割に戻し、そこから急戦ライン越しにユダヤ人地区を閉鎖した。1967年の第三次中東戦争で、 イスラエルが勝利するとシタデルは文化施設に戻った。博物館のエントランスホールに下げられたデールチフ風リのシャンデリア・ダビデの塔エルサレム歴史博物館は1989年エルサレム財団によって開かれた。元のシタデルの一連の部屋を使った博物館は2700年前の考古学的遺跡がある中庭も含む。各々の,の,の展示室では カナン人の街として始まった4000年前から現在まで様々な時代のエルサレムの歴史を地図、ビデオ、ホログラム、絵画、模型を駆使して描写している。また城壁に登り、エルサレムの旧市街、新市街を360度見下ろすこともできる。夜には音と光を使ったパフォーマンスショーが行われる。2002年時点で350万人以上が 博物館を訪れたとエルサレム財団は報告している。ありがとうございます。